帳を紹介したいと思います。あ、こりゃかわいいの。じゃん。おこんにちは、なおいです。こんにちは。今日はぐでたまの手帳を紹介したいと思います。2016年、いいサイズですね。もう2016年なんだね。はい、こちらの手帳はなんとですね、10月始まりの手帳となっております。はい、出た。はい、出ましたですね。はい、出ましたどん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 こうね、早まっていって早まりすぎだろっていうね。そう、ちなみにどういう中身でございましょうか。じゃあ、じっくり見ていきましょうか。見ていきましょうか。ビニールのカバーで、コーティングされているので、はいはいはい、防水効果もございます。開けます。おー、あー、電車の乗り換え。あ、こりゃかわいいの。出た。あら、かわいいね。これすごい。結構いろいろ、あー、なるほどね、いろいろあるんだ、こうやってね、旅行とかさ、こういう旅行行くときはこういうの貼ったりとか、ね、やだ、この特別って何ですかね。誰か特別って書いてある。何なんだと思う。わかんない。特別、おばちゃん何だと思う、これ。なんだろうな。デートかな。デートあるわ。デートもある。特別ってなんだろうね。だから何なんおばちゃん、いろいろあるね。病院もある。病院もある。病院あるね。腰押さえてるし、しんどいな。マスク大きい病院これほんまや。いや、でも細かいね。お花見とか初詣までありますよ。うんうん、映画もちゃんとあるし、いいですね、シールがあるのは。お祭りもある。うん、札幌もあるし、うん、大阪もあるし、いろんな路面のあれがあるわけですね。うんうん、ありますね。はいはいはい、ここにちゃんとなんかこう自分の何か入れる、あ、ちょっとしたね、ちょっとしたものが入る。ちょっとした何か、じゃーん。おー、おー、歌ってますね。グーデッタまたまって、あ、本当だ、チン叩きながらね。全体中でこういう風に細かいところがあっての、いきます。はい、10月、あ、ハロウィンですね。はははははは、いいね。はい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 。12月、あ、もうこれがね、はい、クリスマス。あー、やっぱりもう来年からね。やっぱりね、もういきなり来年から本気出すなんだね。うん、はいはい、うんうん。え、ちなみにあれ1月あるじゃんね、これ。あ、1月もある。2017年の1月もあっちゃいますね。へえ、それはいいですね。これ3月まで、あれ？すごい。あれ、あ、3月まであるんだ、2017年の。それで、あとはメモですね。あ、メモだね、ここは、うん、うん、使えます。結構な、あ、メモが結構ある。これ僕好きなタイプですよ。いいですね、メモが。あ、まだある。こういうのもあるんだ。あ、これはメモが多いのは助かりますね。で、アドレ アドレス。これ今誰が使ってんだって話だけどね。うん、まあ、時々あの、あれでもね、緊急の時ね、携帯がダメだった時とか。そうそうそう、うん、そうで、こういうね、えととかあの、歴が西暦とあ、もう現代だね、防災メモ ね、大事ですよね。大事大事、うん、最後に、はい、切り取り線があるので、ちょっとしたメモ書きを友達に渡したい時とかにも使える。あるよね、途中にメモ書きたい時ね。でもちぎりやすいっていうのがいいですよね。裏面もあるんですよね、こう可愛いんですよ。いいじゃない、あ、いいですね。裏と表にデザインがされてるので、これはちょっとありですね。そう、いいですよね。ペン入れれるの、そう、ペンも入れられます。このペン入れれるの結構大事だったりするんだよね。あ、そうなんですね。入れれたら、あの、便利だなっていつも思いながら。そうですね。税抜き600円です。あ、600円。はい、はい、楽しい予定がいっぱい書けるような1年にしたいと思います。はい、それでは皆さんも見かけたらぜひぜひ買ってみてください。それでは皆様、さようなら。そんな高くないからさ、うん、いいと思う。めちゃめちゃ書き込む人はちょっと物足りないかもしれない、ね。ああ、そうそう。日記とかね、書いちゃう人はちょっと物足りない、ね。そうそうそう。遊んだぐらいしか書けない。そうそうそう。お腹痛かったとか。これも相当ちっちゃい字じゃないとこれ書けないんだよね、実はね。おへさん字ちっちゃいですよね。いや、ちっちゃくしないといけない。おへさんの字ももう本当に、ね。いや、そんなちっちゃくないよ。みじんこみたいなね。これ以外にも、うん、もう二回りぐらい大きいやつ持ってました。 あ、ぐでたまの、はい、あ、それもありだね。大きいのも、それはあの、もうちょっと分厚くて、あ、大きくて、かけるところもたくさんあって、ね、で、ぐで、このデザインも違うんですよ。なんか金色のぐでたま、キラキラしてました。キラキラして、うん、そういうのもあるんで、ぜひぜひサンリオショップとかで見ていただければと思います。ネットニュース見てたら、週刊ファミ通とかあるんですか。はいはい、あの、ファミってなんだろうねっていう小学生が言ってて、あ、そう、音階みたいな。あ、あ、ファミ、え、音階じゃない、え、音階じゃないでしょ。あ、じゃあファミ知らない人いるんだ。そう、ファミの意味がわからない人がやっぱり小中学生。そりゃそうか、ファミコンっていう言葉自体がもうないんだね、だから、うん、
逆に向こうが知ってて僕らが知らないことがないの、若い子らが知ってて。何だったっけ DQN、 大文字で DQN っていうのをたまに見るんだよ。あ、ドキュンですか。ドキュン、うん、DQN ドラゴンクエストと思って。ドラゴンクエスト N と思って。ドキュンっていうのは確かドキュンか、確かそうだった。非常識で知識や知能が乏しいものを示すときに用いられる。目撃ドキュンっていう番組が由来とされてる。本当かな。あ、ドキュンの使い方。なんかほんまに年取ったなって思うな。例えばですね、隣にドキュンがいてさ、へえ、それは見事なドキュンだな。え、あ、この人も言ってる。え、何ドラクエ違いますって。ネット用語の代表のような存在の言葉です。あ、一言で言うと頭が悪そうな人のことです。なおちゃんが一番ドキュンだから。これこれ言うと思った。これって何。これ言うと思った。おいさん、そこまで言ってくれないとドキュンやな。これって言ったから、ね。やっていることとか言動を見ててちょっと恥ずかし、見ている方が恥ずかしくなってしまうような行動を取ることって書いてありますよ、ここには。意外ともう使ってなかったりして。もう一段古いってね。似合うと思うんです。おいさんもちょっと、いやいやいや、だってわかんない。おいさんバージョン。面白くねえよ。